聞きましたか、増添のおっちゃんがまたなんか余計なこと、ツイッターで書いてるらしいんだけど、今回今ワールドカップをやってるんですよね。で試合が終わって日本勝ったんですよ、ドイツに勝って。で、サポーターの人たちがまた清掃したんで、得意の清掃をしていて、結構評価されててね、世界各国の人々にね。それについてそのおっちゃんがなんか、いやそれはその国によって文化が違うんだと。ああいう国っていうのは要するに清掃する人の仕事もあるんで、もう清掃、他人が清掃したらその人たちが仕事はなくなるからと、余計なことをしたなって書いていた。もちろんその結構いろいろ批判も受けてるんだけども、お二方はどう思いますか。逆張りが好きなおっさんですね。そんな清掃員をこう階層が分かれてる社会なんて知ってますよ、そんなの。なんか俺が無知なお前ら教えてやるみたいな言い方してるけど、そんなの知った上でこういうのやってるわけで、そんな、ね、別に彼らが掃除したからみんなその社会が変わって清掃員が職失うとかじゃないから、何言ってるんだって思いますね。もう妨害そのもんですねっていうふうに思いました。みんながね、気持ちよくなるためにちゃんと立つとる立つ鳥水を濁さずでしたっけ、ゴミを拾うのはいいと思うんですけど、中国のその、コメントを見てた時に、日本人は清掃員に似合ってるとかですね、なんかいろいろツッコミがあって、ただ眺めただけですけど、面白い。大体こいつ東京都知事辞任するときに、めちゃくちゃこう汚して帰ったじゃないですか。だからこうやってなんか仕事を汚して帰るやつだから、こんなひねくれたこと言う。まずは自分の始末をしろ。なんでこいつこんな偉そうにしたんですか。僕よくわかんないですけど、なんでこんな偉そうに、なんか不祥事を起こした上に、なんか偉そうにした。過去の人だから、やっぱり完全に忘れられるのが嫌だから、ところどころ。とにかくしゃしゃれで出てきて、臭い塀でもね、こうやって、いや、臭かったっていうような感じじゃん。あんまり生きてるのが、超えてるなってような感じですね。一時期流行って、今人気が落ちてる YouTuber とかと同じこの原理じゃないですか。炎上商法ですね。みんなそうなるんだよな。炎上商法だよな。こういうもんだよね。以上。